事なの！すぐ手当てを。逃げろ、サギリ。拙者、もう早く逃げ。ガビマル、奴は死罪人か、それとも化け物か。まるでダメージがないぞ。あの者は備前のダイダラボッチ六郎太担当の処刑人はエーゼン殿です。まるで獲物を見定めた捕食者の目だ。複数人で逃げ切るのは難しいだろう。なら仕方ない、殺すか。とはいえどうする。今の蹴りが効かないとなると頑丈さは岩隠れ衆と比肩する。忍びの鉄則その9、敵の能力を正確に分析すべし。力もどれほどか見てから。離れろ、死ぬぞ。しかし腕力はわし以上。いつまで見ている気だ、ユズリハ。手伝い、お主も忍術があるだろう。約束通り共闘しろ。はいはい、もちろん約束は守るよ。そっちは戦力、こっちは情報担当よね。頑張れガビマル、負けるなガビマル。いけいけ、やれやれ、強いぞガビ丸。いってらっしゃい。単調な大振りだ。拳の破壊だけに集中すれば。剣速も反応も早い。何より直感でわかる。あの手は防御不可、触れれば即死だ。ならば忍法怒りつぶて。飛び道具は効果なし。忍法しなり場。鋼と同等のしなり場も通じんか。黒忍術で有効なものを考えろ。接近戦は危険、飛び道具も無駄。非防止をする隙さえあれば。せめて二人がかりなら死角が生まれるが。伸びた筋肉、剣、骨の継ぎ目に刃を入れればどんなに鍛えた体でも切れます。どんなに常識外れの相手でも打ち首の作法と同じ人体の構造を知り、その感激を縫う。それが山田左衛門の剣です。ガビ丸、ちょうどよかった。人手が欲しかったんだ。手を貸してください。もう出血が止まっている。あの程度じゃ痛手にならんということか。やはり一撃必殺、骨の隙間を狙って首を切るしかあるまい。ですが位置が高すぎます。だから二手に分かれる。死角から足を切ってひざまずかせろ。こともなげに言いますね。あ、できるだろう、お主なら。攻撃はわしがさばく。大丈夫か。ええ、処刑対象であり兄弟子の仇。でも
気負いすぎては立ち筋がぶれる。もっと冷静に情を排して断りを徹するべし。来るぞ、もう一度。足が攻撃をさばいた時の影響か。いなし続けるには相当の技量がいる。ただの平手が大筒のよう。冷静にならないと、一発でも受ければ終わり。やはり暴れたまま骨を断つのは難しそうですね。動きで骨の隙間が詰まり、刃が入らない。通常の打ち首はうなだれさせた首を切ります。一撃で仕留めるにはうずくまった首だが、手足に刃が通らぬ以上、ひざまずかせることすら困難か。なかなかの難題だな。腹の音。なんよこれ。なんて声。外の怪力にかなり警戒したが、これならば持ちこたえられる。これならなんとか。いけない。まずい、すぐ立て直さねば。致命傷ではない。早く立て。二つに分けず相反するものもそのまま、そのまま受け入れる。情も断りも。情をもって力とし、断りをもって見失わず、生と劇のどちらでもなく。狭間、やはりわしの見極めは確かだった。初めて会った時に感じた。こいつ強い。低くうずくまった首。一筋縄じゃいかんな。どうにか首をもたげた姿勢を保てないものか。考えがあるんだが、ちと過激かも。備前のダイダラボッチ、接近戦は危険、飛び道具は通じ、刀で体組織の隙間を通し首を切るしかない。それをなすには優れた身体能力とは別の打ち首に特化した山田左衛門の技術が必要だ。だがあの巨体であの反応、生半可なことでは刃が届かない。ならば逃げるわよ、センター。忍法怒りつぶせ、非防止バージョン。忍法風抜い、非防止バージョン。忍法大つぶて、非防止バージョン。忍法トゲブスマ、非防止バージョン。それ以上は無茶です。それにもう十分でしょう。どこまで離れるんですか。どこまでもよ、メガネだぬき。あいつらの狙いは六郎太じゃない。周辺一帯を燃やすつもり。まさか。煙よ、生木の油分で出る大量の煙。枝や葉を燃やせばあっという間に立ち込める。
煙の性質上上部を中心にね。大泣きして暴れれば息も荒れて煙を大量に吸い込む。家系と同じ害をなすのは火や熱よりも吸えば失神する炎獣の毒。毒すなわち一酸化炭素。血中のヘモグロビンと結合し全身を急速な酸欠状態に陥らせる、いわゆる一酸化炭素中毒である。わしもあれはきつかったが、しゃがんでおれば煙は吸わん。安全だ。私は焼け死にます。こちらの限界が先か、あるいは首が降りてくるのが先か。今のうちに切れ。力比べじゃ長くは持たん。静かに激しく。火の手が強まってきたな。化け物が寄ってくるかもしれん。そろそろ離れるぞ。They get it!